26分、やばい、あと10分、やばいじゃん、本当にやばいじゃん、無限の彼方へ、違う、はい、おはようございます。本日はですね、沖縄2泊旅行の旅ということで、今から Vlog 撮っていきたいなと思います。いや、沖縄来ちゃいましたよ。今日はね、視聴者さんに会いに来るんですけども、なぜかうちの嫁もね、来ております。沖縄行くんだったら私も行くよということでね、来ていただいたんですけども、今日から2泊3日、楽しんでいきたいなと思います。まず今日は観光して、明日視聴者さんと会って、ほんで明後日帰るというスケジュールなんですけどね。ドリフラーメンはこんなふうにそのままいけるかな。あ、そうやな、第三者だからな。うまい、さっぱりしよう。それは分からん、さっぱりしよう。連れてってみよう。それ何やったの。これはソーキそば。これが沖縄そば。沖縄の炊き込みやねんな。これなんていう名前だっけ。ジューシーコンビニスープ。そばからまずね、あ、そば合うわ、むきるみたい。はい、ということでね、沖縄そば見ていただきましたでしょうか。そしてこちらズドン、沖縄のミーウでございます。そしてこの中でですね、かき氷を食べるということで、こちらまで移動してきました。お店の名前はちょっと分かりませんけども、沖縄っぽいお店です。こちら松田商店ですね、行きたいなと思います。はい、よろしくお願いします。さっき飲むやったら飲んでもらってもらっていいけど、ありがとうございます。倒れやすいので気をつけください。はい、今一周進展するね。行くよ。どう？うわ。やばい？カロリーの化け物。あ、広。ただいま私はホテルに入り、一人でビールを開けてちょっと作業してます。嫁はなんか明日のマリンスポーツする時のライフガードがいるとか言って、ライフジャケットじゃなくて何だっけな、ラッシュガードや、ラッシュガードがいるって言って今買いに行ってるんでね。でその間僕はちょっと作業をして、友達と今から飲みに行きたいなと思うんですが、飲む前にまずちょっとね、ケーキつけておこうと思って飲んでます。では居酒屋に行きます。はい、それではね、今から居酒屋に行きたいなと思いますが、居酒屋は領事やったっけ、領事っていうところに行きます。ここはどこですか。これは沖縄の中心ですね。中心、沖縄中心。めちゃくちゃ車おるよな。めっちゃおる。車社会。こんな感じで今から、行きたいなと思います。あ、すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。キルンのやつだ。ウルクンの唐揚げ。はい、ありがとうございます。食べかけのスパイシーポテト。マグロとマヨシのニンニク炒め。まあ、取ってない。ごめんなさい。見るの。ゴーヤ。サンタマグロ。おはようございます。2日目です。寝坊しました。今から、マリンスポーツ行くんですけども、完全に寝坊しました。8時半集合やのに、8時半に起きました。やべやべ、友達が車準備して待ってくれてる。僕は先行きます。嫁とさん、じゃあ先です。じゃあね。実はね、この度ね、僕と嫁と以外にね、地元の幼馴染の友達森さんをね連れてきてます。すいません、森さんはね、沖縄詳しいからね、沖縄案内してってコーディネーター兼運転手として、来ていただいております。お金は全部僕が払うから来て言ってね、言ったら喜んで来てくれたみたいなんで助かります。そんな森さんが集合時間から15分僕ら遅れてるけど、どんな反応するんでしょうか。まあ何回も一緒に旅行行ってるんでね、僕が寝坊することはもうよく知ってるんですよ。一回一人で3時間ぐらい寝坊したことあるから、まあこれぐらいでは怒らへんと思うんですけど、まあおそらく笑ってるでしょう。
悪い悪い、完全に寝坊したわ。完全に寝坊したわ。いや、あ、プランをね、ちょっと余裕持って。来た来た。びっくりしたよ。びっくりしましたよね。びっくりしましたよね。何？え、忘れ物、服装、服とかパンツが入れた。まあ、パンツはな、最後これでもいけるから、服は何とでもあるわ。よいしょ。それでは本日はシーカヤックに行きまーす。すごい天気。向けていい？これ絵本みたい。絵本みたい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まっちゃんです。頑張りました。ありがとうございます。午後からも頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、それでは楽しい旅行ってきました。では、ここのねアクアゲート、いや、アルガイド、アルガイドさんのところにね行ってきました。では行きましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そうして別れるのだった。そして昼ご飯はこちら、ズドン。さっき、まっちゃんに教えてもらった、お店です。なんとかハンバーガーみたいなお店。チーズバーガー。そして君は、普通のハンバーガーにベーコンをトッピングしました。出ました。ではじゃあ、いただきます。はい、どうも。うん、いただきます。うまい？パンカリッ。パン。はい、それではですね、現在夕方になりました。18時ということで、とうとう視聴者さんに会いに行きます。沖縄の視聴者さんに会いに行くわけなんですけども、18時、ただいま4分ということで、時間が、18時から過ぎておりますが、申し訳ない、またまた遅刻でございます。ちょっとね、昼終わってからね、ホテル戻って、ホテルでね、ちょっと打ち合わせとかいろいろあったんですよ。何お前忙しぶってんねんって感じなんやけども、なんかバタバタしとって遅れちゃいました。あ、おしゃれなとこやな。おそらくこの2階やと思います。今回初の視聴者さんが遅れてるということで、
僕の方が待っちゃってますけどね、18時9分ということでそろそろ来るはずです。あ、はじめまして、タクゾーです。あ、いや、全然全然、今来たところバスが、あ、いや、全然全然遅れてて、すいません。あ、イケメン、いや、映ってます、映ってます、気持ちいいですね、結構体格いいですね。あ、ほんまですか、はい、緊張してます、最近ちょっと、あー、いいスマイル、いいですね、スマイル、いや、スマイル、スマイル、あ、スマイル、あ、スマイル、何ローリーと1000年バット勝てるんですよ。うわ、この間33になった、すごいっすね。いや、そこが結構言ってくれますよね。そう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 、1300乗れるとこって少なそうですけど、走れるとこって海沿いとかですか。でも、はい、ということでね、視聴者さんとお会いしてきましたということなんですが、また飲んで顔が真っ赤になっておりますけどもね、嫁蔵に7時半に店に待ち合わせやって言われてるのに今8時半になっております。何回も連絡来ました、何回も無視しました。そしたらね、早よ来いって言われてるので、8時半ですが行きたいなと思います。で、先に2人入ってるんですけど、お待たせしました。めっちゃ帰ってきてるやん、どうした、待ってたよ、すいません、真ん中じゃない方がいいよ、ね、飲んじゃったよ、本当に。はい、ということでね、沖縄旅行2泊3日の旅でございました。はい、いかがでしたでしょうか。めっちゃ楽しかった。楽しかった？やっぱ2泊3日じゃ何も足りないね、いつも。まあアクティビティをね、今回青の洞窟にも行かせていただきましたし、それでまあご飯もね、何食べたんやろ。もずくとかそばとか食べましたね。しまなくても美味しかったし。じゃあこの後は最後も買い物だけして。で、それで帰りたいなと思いますので、今日はこの辺で終わりたいなと思います。では、47都府県日本一周の旅、次は、せーの、あなたの県です。あ、あなたの県です。はい、ありがとうございました。